はい、どうも皆さん、ダンです。ということで、今日はなんと、大量の白米とチキンたちをいただいていきます。Let's go! どこのチキンかというと、鶏専門店のマルトクという鶏肉専門店のチキンでございます。これが僕は高槻に買いに行きましたね。一応このまたインスタグラムのリンク貼っとくんで、そっから見てもらったらいいんですけど、僕の友達が美味しいとおすすめしてくれたんで、ちょっと早速買ってきてしまいました。今日も早速いただいていきますね。じゃあまずはやっぱ一番推してくれてたヤンニョムチキン、これからいただいていきます。お米と一緒に、いざ実食。うまっ。待って、まず噛み締めよう。うまっ。んで、辛さが絶妙的にちょうどいい。なんか僕最近揚げたラッポギで、僕ちょっと辛いの苦手なん知ってる人は知ってると思うんですけど、ちょうど良すぎる。うわ、何個でもいける。うわ、僕 100g しか買わなかったんですよ。 300g ぐらいヤンニョムチキンだけで食いたいな、これ。うわ、いや、また買いに行かなあかん、これ。ちょっと待って、1個ずつ食っていこう。じゃあ次、スパイシーウィング、これいただいていきます。骨付き肉。うまい。筋肉つくわ、この鶏肉。ま、うわ、なんか僕の知ってるウィング系って結構しつこい油っぽさが強くて、辛さもって感じなんですけど、ちょうどいいピリ辛さに、あんまりハードに油っぽすぎない感じがあるな。これ油同じの使ってる。うまー。ちょ待って、どうしよう。もう一回スパイシーウィングいこうかな。焼き鳥もね、塩タレの皮1個ずつと、ズリかな、これは、と鶏のホルモンと、あとちょこちょこあるんですけど、もも肉かな。なんか2、4、6、7本。じゃあ早速ちょっと僕の気になってたこいつを、鶏ホルモンいただきます。うまい、うまい、うまい。これ込み食わしてください。うわ、こんなに炭火で焼いた味って残ってるもんな。僕買ったん昨日なんすよ。で、次の日の朝に食べてるんすよ。こんな炭火の味残ってる。めっちゃうまいやん。鶏のホルモン初めて食ったけどめっちゃうまいやん。なにこれ。うわ、見つけてしまったかもしれない新しい美味しい部位。最高やん。酢豚ならぬ黒酢鶏、これいただきます。うん、口に入ってすぐわかる、うまい。お酢、たまらんやん。なにこれ、飯進む進む。王将の酢豚なんか余裕で超えてもでる。マジか、うまー。これ出来たてとか食べれたら最高やん。出来たてじゃないのにこのうまさやろ。うますぎやろマジで。野菜も食うとこ。マジか、今んとこ普通に外れないな、全部うますぎ。では、じゃあこのクリスマスには完売すると言われているこの鶏ステーキ、やばないですか。見てください、これ、これマジでワンピースの肉、山賊みたいな。これかぶりついていきます。これ味が照り焼き風なんですよ。最高。これは売り切れるわ余裕で。なんなら全シーズン売り切れてもおかしくないぐらいうまい。まあ、これユニバ置いたいねんな。明らかにユニバに置いてるあのなんかチキンよりうまい。圧倒的勝利。うわ、これちょっとご飯食おう。こっちからかじるべきがあったんかもしれへん。こっち骨側やわ。うわ、もう最高やんこれ。あー、さすまい。うまいよこれ。そして全部優しい味が、何個でもいける味してる。ほんまに結構美味しいのって、味強くしてインパクト強くする分重いよ。このはそれ以上濃くしたらあかんっていう、その瀬戸際を攻めてきてるぐらいの、マジ全部絶妙的にうまい味の濃さ。これやばいって。ウィングとりあえずバンバン食っていこう。スパイシーウィングなんかも日本じゃなくてアメリカでも大受けよ。
うわぁ、キュンです。このスパイシーウィングにキュンです。やばい、これ鳥に感謝しまくろう。カバーンっていきますね。これやばない。ごめん、2つ目3つ目と増えていくほどにスパイシーさが出てくる。1個でとどめたらダメですわ。うわー、うわー、スパイシーウィングもラスト。どうして鳥を好きになってしまったんだろう。ちょっとじゃあ塩の焼き鳥を砂釣りいただきます。うん、なんだこんな甘いやろ。砂釣り味わってるわ、マジで最高にうまい。焼き鳥串の半分ずつぐらい食べて、半分ずつぐらいここに入れるわ。焼き鳥丼でちょっと焼き鳥半串ずつ分ぐらい食べていきます。エスタムイリコ、スペイン語でめっちゃ美味しいです。じゃあずっと食べたかった皮いただきます。待ってました、こういう皮が食いたかった。じゃあこいつ焼き鳥丼にドガーン。次じゃあタレの、これ何肉か分からへん、桃かな。うまい、最高。こいつも投入ゲット。これ桃、ささみ、胸肉、分からへんけど塩いただきます。柔らか、どこの部位や。うまっ、鶏肉にこんな部位あったん。柔らか、今までと比べて全然噛まずに飲み込んでいける。これどこの部位。いや、こいつもドガーン。次は塩の皮。こんだけしか残らんかった。こいつじゃ食べちゃおう。ここの串の焼き加減最強。皮っていうのは噛めば噛むほど素晴らしい味が湧き出てくる。味の噴水や。うまっ。串ラスト、焼き鳥といえば王道中の王道のこのネギが間にある、これがもも肉かな。いただきます。これ、もうこれ、こちらを先導入します。これ間違いなく美味しい焼き鳥屋さんですわ。もうあんま美味しくないと思って、間に入ってるネギが美味しくないんですよ。ここの肉柔らかいわ、間のネギじゃまいや。なんならほんのり甘さ感じるレベル。食べようかな焼き鳥丼。ちょっとこの焼き鳥丼をさあいただきます。ありがとうございます。もうね、食に感謝したくなる味してる。うまっ。米が合うお肉って2種類あると思うんですよ。味濃すぎる、もしくはご飯なくてもいける。これね、ご飯あっても美味しいし、ご飯なくても全然食える。マジで。うわぁ、なになに、もううまいって。嫌がらせや、もううますぎて。明日から俺また1週間普段のご飯に戻るわけやろ。この味知ってもうたら俺もう普段食うてる胸肉きついて。同じ鶏なのに最強やん。皮最高、エンド最強、うますぎや。もう1合あったご飯一瞬でなくなりそうやもんな。な、酢豚とご飯食うてヤンニョムチキン味わって、このチキンステーキ食いますね。酢豚ちゃうわ、酢鶏。マジで何このうまさ。とりあえず1個完食です。優しいな、全部味がすごい。基本的に唐揚げって重いじゃないですか。これ朝ですよ、結構オイリーすぎるとうまいけどなーみたいながあるのが、うまいけどなーじゃなくてうまっ、まだ食いたい。朝一からっすよ。ヤンニョムチキンと黒酢めっちゃうまい、これおすすめマジで。そしてスパイシーチキンウィングもめっちゃうまいし、焼き鳥はどれもうまいんで、どの部位で試してみてもいいと思います。マジでデリシャス、スーパーデリシャス。マルトクさん、店出してくれてありがとうございます。ほんまに紹介してくれた公平にも感謝やな。マジでうまい。
騙されたと思って食ってみてください。マジで気になる商品もいっぱいあったんですよ。なんかめっちゃあるんですよ種類が。なんか生姜が入ってる、なんか鶏の煮込まれた柔らか煮みたいなやつがあって、あれもめっちゃ気になりましたね。僕の母親もつくねネギ食ってたんですけど、3本ぐらい一気にペロンと食べてました。マジ一瞬でなくなってました。で弟は辛マヨ丼うまい言うて食って、ヤンニョムチキン 200g ぐらいあったんですけど、500-600g ぐらい欲しかったって言ってました。それぐらいうまい。マジで僕の弟ヤンニョムチキン大好きなんです。だから違うなと思ったら違うって言うんですけど、うまい言うて食ってたんで、まあ、違いないんですよね、ここのヤンニョムチキン。じゃあそのヤンニョムチキンをいただきます。ヤンニョムチキンこんなうまかったんや。僕実はヤンニョムチキン人生初なんですよ。初ヤンニョムチキンがこれでよかった。次食べるヤンニョムチキンレベル上がってまうな。いただきます。あ、それでこれ揚げてるよな。なんで全然思わないし、とにかくマジでうまい。ラストチキンステーキかぶりついていきます。何個でも行きたくなる。男でワンピースとかああいうアニメが好きであれば一回はこのレベルのお肉憧れると思う。マジでうまい。うまい。マジうますぎて骨の髄まで狙いたくなる。うまっ。うわ、うまかった。マジで僕の食べっぷり見てて分かると思うんですけど、見てください。このこういう肉ってマジで外れ引くと小骨えぐいんですよ。見てください、このマルトクさんのやつ最強。小骨一個も出てけ、でっかい骨が真ん中にこういう感じでついてる、この一本ずつだけ。最高に幸せな朝ごはんやった。マジでうまー。いやもう皆さんこれ絶対買いに行った方がいいですよ。インスタ見てもらったら店舗どこにあるかとか書いてるんですけど、僕は高槻の松坂屋やったっけ、あれもう JR からちょちょんと行けるようなとこなんですけど、551の横にありました。マジで鶏肉食いたいなら一回だけでいいから食うてみてください。マジでおすすめです。いや最高にうまかった。ということで今日の朝ごはんは以上でございます。というか動画が以上でございます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらいいね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では See you next time!